短期の両者がラインを組んでいる感じになっていまして、4番3番関根と竹内前に動いています。そして南関東勢発進です。7番福森慎太郎が一気に来まして、打掌の4コーナー叩いてきましたけれども、マークの2番芝はついていけないか。短期になった7番の福森慎太郎出ましたが、2番手以下、4番の関根貴人が追っています。あとは3番の竹内が3番手、後ろからは2番の芝、さらには5番の白川が自分で踏んできていますが、最終バック短期先行、7番の福森慎太郎、まだ差が空いている。2番手以下は追ってくる4番の関根貴人と5番の白川雄志、その後からは2番の芝正樹、直線コース、最後は7番の福森に粘りますが、並んでくる2番の芝、5番芝は白川、接戦のゴール。後ろは3番内藤敦、7番鳥取圭一です。その後2番高鍋が中段4番手、後ろからは地元勢も巻き返していこうとはしていますが、6番の島田は後方です。これから残り1周回、最終周回主導権は岡山勢ライン3社、5番の日瀬康之が今日も主導権を取っています。番手周りは3番内藤敦、7番の鳥取圭一、3番手岡山3人、さあ後方から地元勢まくってきていますが、6番の島田茂之、ちょっと2番の高鍋福岡勢苦しいでしょうか。3コーナーから4コーナー前引っ張る岡山の3人ですが、6番島田茂之も迫ってきました。直線コース粘るのは5番の日瀬鈴木、日瀬が粘って後ろ離して五輪です。あと1番下は殿崎和成、残り今あと1周半の地点です。短期の3番車泉翔吾が前を追ってきまして、泉の出番があるかどうか、一旦突っ張りました4番の坂平雄介、そして後方からもう一度足を使おうという2番の樋口海斗ですけれども、中段では3番泉翔吾、短期泉が4番手を回ってきます。さあうまくペースを握っているか、南関東勢前に行っています。4番坂平雄介先行、番手周りは1番の山本健也、人気の千葉勢が前に行って、7番田中貴彦3番手、中段からは後ろから2番樋口海斗がまくってきました。3コーナーから4コーナー番手じっくりの1番下の山本健也が牽制をしますけれども、その後は混戦、2番の樋口や5番の平石、直線コース最後抜き去っていって1番下は山本健也先頭に変わってゴール。あとは2番樋口海斗、7番下は田中貴彦。そして後方からが1番の外田慎人です。今打掌ライン3分線で中段の4番佐藤正春、その動きが注目なんですが、さあ後方の1番外田を警戒しまして、前に行くのは関東勢、残り1周回一気に発進、1番車は外田慎人、懸命に5番松本拓也追っていくんですが、ここ離れました。短期になった1番の外田一気に行きまして前に変わっていく、その後追っていくのは関東勢、後方からは4番佐藤ですがまだもがいていまして、前は1番の外田慎人飛ばしまして離れている。2番手以下は3番の小林慎太や5番の松本、7番の鈴木健二に4番の佐藤、直線コース後ろ離して1番車の外田慎人が押し切ってゴール。あとは接戦です。抑えてきました。4番中村、今横田をかわしてきまして、今ジャンが鳴っています。そして1番の板垣昴が発進、7番乃木がマークをしていきますが、前々では4番中村翔平も抵抗しています。残り1周をこれから切っていきますが、7番中村が乃木が離れて4番中村翔平が2番で追走になりました。ライン崩れて今前からは1番の板垣昴、短期先行で2番手で自力タイプの4番中村翔平が追走、その後ですがばらけていまして7番乃木が3番手遅れていまして、その後は混戦も横方からは今横田も来ていますが、前2人1番の板垣昴と4番の中村翔平、直線コース、ここは一番板垣先頭で後ろを最後は並んでくるが、4番車中村並んでゴール。1番の荒川光、この人が対抗の人気になって3番手回っています。今打掌ペースも上がっていきます。
前々から6番の加瀬加奈子が主導権を取っていくでしょうか。2番止めさやみが4番手追走になっていまして、残りはあと1周回。ここはもうすんなりと6番加瀬加奈子が先行してきまして、もう残り1周の最終2コーナーへ。さあ後ろですが、7番近澤良香マークしていまして、1番車は荒川光、3番手最終バックを通過。ここで踏み込んでいく6番の加瀬加奈子。さあ後ろからは中段から2番止めさやみがまくってくるんですが、前踏ん張る6番車は加瀬加奈子。7番の近澤良香食い下がって2番手です。直線コース、うわ、加瀬加奈子先頭で押し切って連勝のゴール。今中段まで上がってきた岡本美奈です。さあ打賞、後ろ1番の青木美優が続いていますが、ちょっと前固まってきています。さあ動いてきた5番の岡本美奈が一旦前に行こうという感じなんでしょうか。前々からは4番の流れ見る、6番車は佐々木恵里も2番手並走を食い下がっていまして、内側には2番の細田真奈美、細田が2番手内側並走で追走しています。外並走、さあ上がっていくか。外からは5番の岡本美奈ですが、前踏んでいったのは2番の細田真奈美、先頭に変わって最終バックを通過。そして後位追走です。4番の流れ見ると5番岡本美奈、2番手は並走になっています。先頭は2番細田真奈美、その後は4番流れ見ると食い下がって5番手岡本美奈、直線コース、2番の細田真奈美が先頭を押し切ってゴール。あとは5番の岡本美奈。今後方でうちの遠征勢3人打賞です。前に行っています。関東勢は3番石澤健太、昨日は逃げたんですが今日も逃げていくかどうか。3番石澤ペース上げていきます。さあ6番村上亮は後方でまくりに構えていますが、残りあと1周回です。さあ1番の山本直は後方の6番手、前6番の村上まだ行きませんけれども、最終の2コーナーへ流しながら先行は3番岸澤健太、先まくり2番猪狩勇樹、猪狩のまくり、依然6番村上龍馬後方ですが待ってきている。最終バック通過しまして前捉え切った2番の猪狩勇樹、7番の小島歩のマークです。さあ1番の山本直は苦しい、後方もがいています。直線コース、最後は7番の小島マークですが、2番の猪狩勇樹ゴール。猪狩と7番の小島歩、体の後方を下げまして今打賞です。前々から4番の朝倉智人が主導権を取っていきそうです。7番の大西優を睨んで前から行く4番の朝倉。さあ内に入ってきた7番の大西優が来まして、さあ内から抜けて前に出ました。ちょっとラインも崩れてしまって短期になった7番車は大西優。その後ろ落ち着いて追走しているか。4番は朝倉智人、追い上げる2番野村ですけれども、さあ番手まくりを打って4番の朝倉智人が7番の大西優を今かわしていく。最終3コーナーマークは1番の古川直也、3番で切り替えて5番の大谷健二が追っています。前は人気の関東コンビ、4番の朝倉智人先頭でゴール。あと1番下の古川直也。まもなく残り1周半、今打賞で10レース S 級準決勝、後方からが3番の鳥取優吾、鳥取も前へ迫ってきていますけれども、中段からは7番の佐藤和信。さあホームからもう来ました、3番鳥取優吾が来ましてまくり返してきています。1番の内山先行ですが、そこを一気に3番鳥取優吾がまくり返して捉えてきました。最終2コーナー通過して前帰りました。1年生勢人気のコンビです。3番鳥取優吾と5番の久米亮、さあこれも一騎打ちか。離れました3番手以下は1番の内山、6番の小野が続いてくる、7番の佐藤まだ後方、直線コース、最後は鳥取が後ろ振り切って先頭でゴール。鳥取優吾快勝でした。面が上がってきてちょっとラインを崩しに行っています。4番の久米、さあ今渡辺和成がいるんですが、7番の塚本周樹は最後方に下がってしまいまして、2番の渡辺は今5番手で自力勝負になりそうです。最後方になった7番の坂本、谷本勢後方から
さあ逃げていくのが6番の川越優勢です。神奈川勢主導権、番手3番東龍之介、滝まくりは4番の久米光平、久米まくっていく。さらに後方からは2番の渡辺和成がじっと構えていますが、前もずれて3番の東も踏んでくる。東と4番の久米もずれています。そこを一気に2番の渡辺和成がまくり切っていくか、追って5番の佐藤和也、曲線を捉え切った。先頭は2番の渡辺和成、先頭でゴール。あとは5番の佐藤和也、3番東龍之介。さあ7番塚本、7番宮崎翼ですけれども、3番手が並走になって6番の栗林に絡んできた7番の宮崎です。番手をすんなり回っていくのは5番の菊池慶翔ですけれども、さあ1番の岩本俊介の先行。さあ番手、さあ上がってきた7番の宮崎翼、宮崎が内々絡んできました。さあ番手に絡んで5番の菊池慶翔との並走になっていますが、先行は1番岩本俊介、番手ここはしのいでいった5番の菊池慶翔。あとは7番の宮崎が3番で遅れまして、2番の塚本大輝です。3コーナーから4コーナーへ。さあ先頭は1番の岩本俊介、番手回り食い下がってくる5番の菊池慶翔。さあ右のコンビ曲線コース、1番の山田先頭だ、粘って粘って押し切って合輪。あと5番の菊池慶翔、